塚めぐる古墳は、大阪府堺市堺くもず遊具も町に所在する古墳である。もず古墳群に属しており、すぐ近くにある大仙領古墳の倍長とされる。国の史跡に指定されている。大仙領古墳の東側、集合に接して立地しており、同古墳の倍長の一揆と考えられている。墳球は、計35メートル余り、高さ4、5メートルの円墳で、 紛糾裾に、歯輪列が確認されている。近年の調査により、集合があったことが確認されている。内部主体は木管である。1912年に、坪井正五郎により発掘調査が実施されており、長さ3メートル、幅54センチメートルの中央のくぼんだ木板の上から、変形4重橋、変形5重橋、鉄拳、鉄塔2から3。 鉱玉、壁玉、ガラス、活石性などのマガ玉7、壁玉性ナツメ玉4、壁玉性クダ玉70、ガラス性小玉1000個余り、活石性薄玉数百などが出土している。大仙古墳の倍長のうち、内部主体、副葬品などの内容の明らかな古墳として重要である。1958年国の史跡に指定されている。森光一は、 蒸気の長さ3メートルの中央のくぼんだ木板とは、先竹形木管の底部である可能性が高いが、丸木線が木管のように使用されていた可能性もあり、どちらか断定できないとしている。この1912年の発掘は土地所有者の主催で行われたものであり、必ずしも学術的な調査ではなく、坪井正五郎は呼ばれて立ち会い意見を述べた程度と、 いうのが真相で、発掘の報告文も発掘を取材した新聞記者が考古学雑誌に寄稿したものがあるだけだという。またこの発掘はわずか2日間で終了する慌ただしいものであり、終了直後に指定漏れの倍長が発掘されているという情報を受けた区内省所領領より中止命令が電報で届けられたという。坪井と同じ東京帝大の国史助教授の黒板。 勝美からは、塚めぐる古墳の報告文が載せられた、考古学雑誌の同号に、今度の塚めぐる古墳の発掘を厳しく批判し、古墳の発掘を制限する法令を施行すべきとの論文を寄せているという。さらに、出土遺物の帰属をめぐり、政府と発掘した地主側と、でしばらく裁判が続けられたという。塚めぐる古墳、ありがとうございます。